マの独り言。はいどうもこんにちは。 FM88.7MHz ラジオ川越より送信しております、土曜日21時30分からは真っ昼間の独り言、今週も始まりました。デイ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 、今日はイエイイエイじゃなくてデイデイから始めてみましたけどね。はい、そんな番組のパーソナリティは埼玉県を中心に各地で音楽活動してますサニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しております。残り29分よろしくお願いいたします。イエイエイ。さてこのね、ラジオ川越なのですが FM88.7MHz に合わせていただければすぐに聞くことができます。しかしながら埼玉県川越市の近くじゃないよっていう方はですね、スマートフォンアプリのレディモっていうものがありますので、ぜひともそちらを使ってみてください。また JCBA インターネットサイマルラジオというふうに検索してみるとですね、全国の FM 局がね、聞けるサイトに飛ぶんですね。そちらでね、関東地方を選んでもらってラジオカゴを選んでいただければすぐ聞くことができますので、ね、いろんな方法で聞いてほしいななんて思っております。またね、詳しいことはラジオカゴへスペース聞き方とか、もしくはラジオカゴのね、ホームページを見ていただければいいかななんて思っておりますので、ぜひとも皆様ご検索よろしくお願いいたします。ご検索っていう言葉初めて使いましたが、ご検索って合ってるんですかね。お検索ですかね。お検索ね、よろしくお願いいたします。またこちらのね、まっぴるまの独り言という番組はですね、皆様からの、お便りや質問とかね、いろいろお待ちしております。ハッシュタグという機能がありまして、ツイッターにもですね、便利なんですよ、このハッシュタグという機能がですね。半角シャープマークありますよね。半角シャープマークに、真っ昼間、これは3文字で漢字ですよ。3文字の漢字ですよ。の独り言、こちらはひらがなですね。半角シャープマーク、真っ昼間の独り言。こちらで、いつものツイッターと、ね、一緒に投稿してください。そうするとですね、めちゃくちゃ検索しやすくなるんですよね。うん。そこのね、真っ昼間の独り言っていうね、ハッシュタグがあると、そこの部分ポンって触れるじゃないですか。まあ、タップですよ。まあ、クリックでも何でもいいんですよね。その風にいるとですね、その、ハッシュタグのツイート、まあ、投稿してるものですよね。一気にブワーって見られるんですよ。これ便利なんですよね。ベリー便利。ね。なのでね、ぜひとも見てください。ね。見てくださいというか投稿してくださいですね。そして、こちら、真っ昼間の独り言はですね、メールアドレスもあります。私のね、真っ昼間の独り言のツイッターアカウントがあるんですが、そちらにも載っておりますが、minoradio0625@gmail.com というものなんですが、これ覚えやすい。覚えやすい。なかなか覚えやすい。ね。ミノラジオ。0625@gmail.com と覚えてください。ミノはミノルのミノですよね。で、ラジオはラジオですよね。0625は誕生日ですよね。ね、なのでね、ミノラジオ0625というふうに覚えていただけたら、ね、いいななんて思っております。マッピルマの独り言の投稿は、ハッシュタグ、もしくはメール、ね、どちらかでよろしくお願いします。しかしながら、ハッシュタグの方が早く気づく可能性が大いにありますので、皆様投稿の際はお気をつけてくださいね。はい、ということでですね、真っ昼間の独り言ね、もう新年になってから4回目の放送になるのかななんて思ってるんですが、皆さんもう新年慣れましたか ?2022 年ね、未だにですね、なんかいろんなスケジュール書くときに2021って書き逃しちゃってですね、2020って書いちゃうんですよね。いや、今2022だからとか思うかもしれませんが、未だに僕2020ぐらいで止まってるんですよ。もう記憶が。ね。なので、2021年になった気もしないし、2022にもなってる気がしないんですが、皆様はね、きっと大丈夫かななんてね、思ってるんですがね。私もとかね、僕もまだ2020年ぐらいにいるよっていう方はぜひともね、教えてください。でもですね、やはり、年が変わったっていうのもね、理解せねばあかんというふうに思っていますので、私はね、今月の頭から、
ですよね、ネウストラウですよね、の曲を流してるんですよね。でやっぱり一番最初トラから流したのですが、前回は、猿まで行ったのかな、前回の放送では。なのでネウストラウ、辰巳舞羊、猿ね、鳥から始まるのか今週はね、鳥から始めて、どこまでいけるかちょっとやってみようかなって思ってますね。来週ぐらいにはフィニッシュしたいですよね。鳥、犬、イノシシ、ねえ、ウシか。じゃああと5曲ですね。瞬殺だもうね、とか思ってるんですけどもね、結構ねベラベラ喋ってしまうとですね、流す時間がなくなってしまいますので、流していこうかなと思ってます。で本日のオープニングナンバーはザ・ビートルズさんのAnd your bird can sing っていう、曲を流そうかなと思っております。名盤リボルバーの中に入ってるんですよね。リボルバーっていうアルバムの中に入ってるんですが、And your bird can sing、そして、あなたの、鳥は歌うことができるよとかね、そういうね、意味になるのかななんて思うんですが、これは何やらビートルズさんのマネージャーさんに対して歌った曲らしいんですよね。マネージャーさんが今ね、お金持ちになっているのは僕のたちのおかげだよみたいな、まあいうことらしいんですよ。僕たちが仕事をしてるからあなたを潤ってんだよみたいな曲らしいんですよね。うん、で実はこのバード、まあ今回はね鳥からね干支が始まるのでバードっていう言葉を、使って選んだんですけども、何やこれバードっていうのは BIRD じゃないですかね。なんですが実はこれバードじゃなくて本当はバンドらしいんですよ。だからAnd your band can sing ね。そして君のバンドは歌うことができるんだよみたいな話なんですが、でもこれ逆を返せばマネージャーさんのおかげで歌ってるよって、歌えるんだよって歌なのかななんてね、思ったりもしておりますがね、果たして真相はですねジョン・レノンさんが書いた曲なので確認できないのですが、皆様もねこの曲ってこんなような曲なんじゃないのかなとか思いながら聴いてほしいななんて思っています。それではイントロから爽やかなフレーズが、際立っている曲でございます。聴いてください。The Beatles さんで And Your Bird Can Sing。はい、ただいま聴いていただきましたのは、The Beatles さんで And Your Bird Can Sing でした。十二支鳥編はビートルズさんでしたね。どうですって言いたくなっちゃいますけども、このような感じでございますよね、本当に。僕実際この曲、ちっちゃい頃から知ってるはずなんですけど、改めて知ったのが僕、高校時代ぐらいの時かな、いつかな、ちょっと忘れちゃったんですけども、改めてね、オリジナルアルバムを、まあ、最初から順々に聴いていったときに、この曲の美しさにびっくりしたんですよね。で、僕、今までこの曲、今まで聴いてた CD にもこの曲は入っていたはずなのに、全然気づかなかったんです。ただ、いろいろ僕ね、音楽やって、そして改めて聴いたときにビビッときた曲のうちの一つがこの曲だったんですよね。また、桑田佳祐さんですよね、サザンオールスターズの桑田佳祐さんがこの曲をラジオでカバーをしていたりとかしていて、だからそういうのを聞くとやっぱりこの曲もそうですけどもね、ザ・ビートルズさんっていろんな方に愛されているんだなとかいうのを思う、曲だったななんて思っております。改めましてザ・ビートルズさんで And your bird can sing でした。ということで、トラ年から始まってですね、ねうしトラ、ウー、タツミ、ウマ、ヒスリ、サル、トリまで来ました。次、犬の曲ですが、その前にちょっと皆様の投稿見ていこうかななんて思っております。はい、これは1月1日の投稿になるのかなと思います。ツイッターネーム、トソネオカカシアさん、投稿ありがとうございます。新年もあっという間の一人ごと、お疲れ様でした。ということでですね、ハッシュタグ、あっという間の一人ごとっていうのがね、ありますね。嬉しいですね。まあ嬉しいですねっていうねことなんですけども、本当にあっという間なんですよ、撮る方も。前は、2時間番組の時はね、僕、かなり時間かかってたんですよね。ひどい時なんて8時間から10時間ぐらいかけて収録していたのですが、これがですね、番組自体が、4分の1になると、収録時間が4分の1になるという意味でもないんですよ。もっと短くなるんですよ。編集の時間が短くなったり、作業する時間が圧倒的に短くなるんですよね。なので、結構早く収録も終わるんですよね。
なのであっという間の独り言っていうね、名前に変えようかなっていうぐらいあっという間に収録も終わるんですよね。で実際僕も放送を聞いてるんですが、結構すぐですよね、30分ってね、何か作業しながら聞いていたりするとね。なのでね、これからもあっという間の独り言になるように、頑張っていきます。ありがとうございます。ツイッターネーム小林かるかさん、投稿ありがとうございます。明けめことよろ、新年早々通知されてないパターンね、去年からツイッター不具合なのかご機嫌斜めなのかと、そして、通知オン意味なしとか、インスタグラムで新投稿に気づく定着かと、毎日叫びたりって書いてありますが、インスタグラムでもね、僕ね、いろいろセットリスト公開もしてるんですよね。ツイッターとね、インスタグラム両方僕ね、一応投稿していますけど、どうなんでしょうかね。でも、やっぱり、両方やった方がね、インスタグラムにしかいない知り合いもいますし、ツイッターにしかいない知り合いもいるので、やっぱり両方にね、伝えたいなっていう思いは僕の中ではあるんですよね。でまたそういう風にね、インスタグラムで週1でもね、投稿していかないと多分僕のインスタグラムはね、全く機能しないと思うんですよね。実は TikTok も僕やってるんですよ。ね、って思うかもしれませんが、実は TikTok をやっていてですね、先ほど、ね、コメントを見ましたが、その塗装の若頭さんがね、告知動画を作ってくれてですね、TikTok の方でも実は僕、ね、アップしてあるんですよね。なので、これからも TikTok とか投稿していこうかなとか思っていたんですが、それ一本だけです。なので、やっぱり何かしらね、ちゃんとね、定期的にやるものがないと、ね、やんないのかな、なんか思っちゃったりするんですよね。でもなんかそういうね、僕、人に何かものを伝えるね、活動をしてるわけなんですが、どうもね、SNS の使い方がまあお上手じゃないですよね。なので、でもね、やっぱり自分のつぶやきたいことをつぶやく、自分が発信したいことを発信するっていうのをね、やってるわけなんですけども、最近ちょっと物忘れが激しいので、こういうことをつぶやこうと思っている3、4秒後には何つぶやこうと思ってたんだっけぐらいな感じなんですよね。なので、でもね、それをツイッターにね、忘れちゃったーって書くべきなのかどうかって話なんですけども、でもね、これからもいろんな形で発信していきますので、ぜひともよろしくお願いします。なんかね、YouTube のチャンネル登録者数もじわじわですが、皆さんも登録もしていただいてるみたいで、とても嬉しい限りでございます。ね。チャンネル登録者数1000人だとか僕言いたいところなんですけども、まだね、100いくつかなので、まずはね、目標をね、ちょっとね、届けそうなところから行きたいですね。130とかにしときますかね。でもね、本当はね、1000人ぐらい行けたらね、いろいろね、可能になることがたくさんありますので、ね、そうすればもっとね、クオリティのいいことができると思うんですよね。やっぱそういう条件を満たしていけば。なので、僕もね、そういう風になるように、精一杯ね、楽しい番組作りだったり、アプローチだったりしていきますので、よろしくお願いいたします。そして次の投稿がですね、1月8日になりますね。マササヤコさん、投稿ありがとうございます。皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。と。そして、今更明けおめことよろです。という風に書いてありますが、大丈夫です。1月22日になって僕もね、ことよとかね、明け読みとか言ってますので、安心してください。ね、僕もね、未だに今年になって会ってない人多いんですよ。むしろ去年に関してはね、コロナ禍っていうことなので、1年全く会わなかった人もたくさんいるんですよね。うん、その前まではめちゃくちゃ会ってた人もいるのですが、なのでね、やっぱりこの明けましておめでとうございますとか今年もよろしくお願いしますとかいうのも僕ね、いろんな人に LINE 送ろうとか思ってたりとか DM で送ろうとか思ってたんですが、それも忘れてます。完全に忘れています。別にダラダラ生活をしてるわけじゃないんですけども、完全に忘れてるんですよね。もうどうにかしたいですね。どうにかしたいですね。なので、そういう風なのが、見え始めてきているので、今年はもうちょっとね、うまくやっていきたいなと思っております。うふふとか言っちゃった。さてさてさて、次の、ね、曲は犬ですね。犬の曲をちょっと流していこうかなと思うんですが、これはね、ちょっと生放送の方で一回流したことがある曲になるのかななんて思うんですが、ザ・ピローズさんのベインドッグっていう曲を流そうかなと思います。ベインドッグ。で、
括弧でインレインドロップって書いてあるんですが、そのようにベインドッグのようにね、犬っていう言葉が入っているので、この曲を流そうかななんて思っているんですけども、この曲イントロがとってもねちょっと不思議な感じで始まるんですよね。ダッダッダッダガタトンダントントンダーンってなった後にチュンチュルルルンチュチュルルルンみたいな感じのホワ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 ーってした感じで始まるんですが、その後にズゴーンって言うとバンドサウンドが始まって、あのめちゃくちゃかっこいいな展開になっているんですよ。なのでこれ面白いなとか思うんですよね。しかしながらこの曲サビになるとまたあのなんかホワホワした感じになるんですよね。なのでなんて言うんだろう、イントロがホワホワズコーンで A メロに入ってからまたホワ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 サビもホワホワみたいな感じになるっていう感じなんですけども、まあ、それもねベインドッグインレインドロップっていうねタイトルからして、あそういう世界観なのかななんていう風に、ね、思っちゃいますよね。ということでですね、12シリーズの犬編ですね、この曲を聴いてください。僕の大好きなピロートさんのアルバムスマイルに収録されています、ベインドッグインレインドロップ。はい、ただいま聞いていただきましたのはザ・ピローズさんで Vain Dog in Raindrop でした。かっこいいですよね、このズギュンってくる感じのバンドサウンドとふわふわなるようなねこのボーカルの感じの混ざり合い方がめちゃくちゃ好きなんですよね。改めましてザ・ピローズさんで Vain Dog in Raindrop でした。さて、番組もですね残り7分ぐらいなので、もうすぐに曲行かないとね、また先週みたいにね、先週とか先々週みたいに終わった瞬間にすぐ曲が終わった瞬間にすぐエンディングで終わりみたいな感じになっちゃうので、次の曲をちょっと説明していこうかななんて思ってるんですが、お次はですね順番的に言うとイノシシですよね。イノシシの曲って全くないですよね。もちろん、ね、ウリボーとかもねセーフラインなんですが、これもちょっとなかなかないんですよね。で僕の中ではやっぱりその曲の中のテーマではなくてタイトルに入っている曲っていうのにどうしてもこだわりたいなと思っていて、そんなことを考えているともう全然イノシシの曲はないんです。なのでですね、この曲だったらまあいいかななんて思う曲は1曲だけ見つかりましたね。イノシシっていうのはですね、まあ、漢字で書くと、まあ、イノシシ、ちょっとつもんしのちょとかいうね、ものなんですが、まあ、そのねイノシシとはね関係はないのですが、この曲が一番、イノシシをテーマだったらぴったりなんじゃないのかなと思います。もうもはやもう考え方を変えたらこの曲を超えるぴったりな曲はもうないっていうぐらい完璧な曲だと思っております。それでは聴いてください。生放送でもね最近流した曲です。それでは聴いてください。 B' さんでちょ。はい、ただいま聴いていただきましたのは B' さんでちょでした。もうこのタイトル完璧ですよね。イノシシと書いてちょと読むとね、もちろんこの曲はイノシシの曲ではないのですが、あの B' さんはねもう歌詞が、アドリブめちゃくちゃこうアドリブというものでございまして、まあ、ただ、音に合ったとかねメロディーに合った、ね、ものの言葉を選んではいるということなんですけども、もしかしたらイノシシの思いもあるのかもしれないという気持ちも込みだとね違うねアーティストになっちゃいますね。込み込みで、この曲を選ばさせていただきました。ギターソロとかねなくてもこんなにかっこいい曲がねあるんだよとかいうのを僕はねいろいろ伝えていきたいのですが、もうハイセンスな感じの、曲でございました。改めまして、B' さんでちょでした。ということでですね、あと1分で番組が終わってしまうということなのでエンディングトークになるのですが、皆様はですね今週のね放送を聞いて新しく知ったアーティストとか新しくね発見があったとかね、もしありましたら、Twitter とかねメールにて、投稿していただけたらなんて思ってます。もちろんハッシュタグはマッピルマの独り言、マッピルマは漢字の独り言はひらがなでよろしくお願いいたします。
毎週毎週皆様のコメント読ませていただいてですね、とても楽しくコメント読みながら、放送を聞いております。本当にありがとうございます。はい、こちらの番組真っ昼間の独り言は、埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動していますサニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しておりました。また土曜日、私の独り言付き合ってくださいね。月曜日の生放送もよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。またねー。